こんにちは、シーバードです。オープニングでご覧いただいた通り、私シーバードがですね、いつもお世話になっている千葉管楽器さんが2021年4月リニューアルオープンいたしましたので、ご紹介させていただきます。千葉管楽器さんはですね、僕のギターを改造してもらったり、ピックアップを交換してもらったり、あと機材やギターをお借りしてですね、いつもお世話になっているお店です。店内がリニューアルされて 1.5 倍ぐらいの広さになりました。今までバックヤードに保管されていたデジマートで販売されているギターたちがですね、ずらーっとショーケースの中に並んでおりますので、非常に見やすいお店になりました。今回は店内をさーっと見ていただいてですね、マイスターにおすすめのギターを紹介してもらいたいと思います。店内改装おめでとうございます、はい、おめでとうなんですかね。大変でした、オープニングで見ていただいたんですけれども、はい、じゃあちょっとマイスターおすすめのギターをですね、数本。こちらですね、珍しいヴィンテージ系としては、まあ、フルアコ、フェンダーのハザーフルアコのコロナドの66、67年あたりのですね、アンティグアフィニッシュのものですね。真ん中はちょっと黄色、白っぽいところのオブぐらいのカラーから外側がグリーンっぽいですね、パソになっているアンティグアというシリーズが、各ギターのストロノとかティゲストも出ていたんですけど、その中でこちらのコロナドでも出ていたんですね。古いので、パーパーところどころ変わっておりますけれども、ヴィンテージならではのサウンドを楽しめる、はい、ただここら辺の価格で60年代で、まあ、50万切ってるというところで、まあ、比較的高いは高いんですけども、年代からすると比較的手に取りやすいヴィンテージの方かなと思います。続いてレスポールを、珍しい、まあ、うちらしいハービーいきましょうか。ハービーは春日楽器というですね、アコースティギターを作っていたメーカーなんですけど、当時エレキギターも、作っていまして、何十年代ぐらいですね、のメーカーになります。春日楽器とでは春の日と書くので、ハービーという名前を付けたので、ちょっとダジャレが効いたですね、ブランドになってます。で当時ですね、まあ、人気だとディマジオのですね、ヴィンテージのピックアップを載せているところがまた良くてですね、まあ、初期に作られたディマジオのピックアップなんかは非常に現行品とは違った音色のもので、まあ、俗に言う足が、最近のやつはですね、三角の足なんですけども、まあ、四角の足が乗っているタイプのやつで、まあ、一部ピックアップだけでもプレミアついていきます。なかなか枯れたサウンドがしてですね、その割にはですね、やはりディマジオらしいパワーのあるレスポールが楽しめる一本ですね。こちらは先日レビューを上げたダルクケモです、モデルですね。LA の 240KK ですね。非常に豪華なメイプルトップ、キルトが美しいです。綺麗ですよね、これ、はい、本当この木だけでいくらなんだっていう。松井さんモデルですね。知ってる人は知ってますよね、これ、ね、ボーイのベーシスト、90年代結構雑誌では目にしました ね、 そ、 ね、そのお隣はヒデファンなら知ってる人が結構いるんじゃないかなと。デュアーベースといえばこれですね。
黄色のこの H.S. アンダーソンですかね。これ気になりますね。なんか木目がすごい綺麗で。H.S. アンダーソン、森ライラーが作っていたですね、ブランドで、まあ、あのアーティストの、まあ、プリンスがですね、あのマッドキャップというテレキャスターをですね、あのずっと使っていたんですけれども、こちらのブランド、H.S. アンダーソンが復刻、一回なくなってしまったんですけども、こちら復刻した方のですね、モデル、フラッグシップモデルになります。かなり勢いとやったジャズマスターシェイプにホワイトローズというですね、なかなかコアなファンのみに向けて作られたようなフラッグシップモデルだったと思います。ボディがマホガニーでトップがメイプルな感じですかね。だってアッシュボディですね。アッシュなんですね。結構深い色のところなんですけども、あ、まあハムだというところでバランスを取ってやる。あ、なるほどなという。フルートローズも含めるところ非常にバランスがいいサンドだったので意外だなと思った覚えがあります、ね。こちらが86年ですかね、85年、86年に作られていた、1年だけ作られていたモデルになります。なかなかこれ構造上の問題もあったんですけども、一応これフルートローズでダウンのみできるそうですね。ダウンのみ、ダウンのみ。アコギも豊富に出ておりますね。なんか最近、珍しいなと思ったのがリバーソングですね。構造がなんとボルトオンではなくてスルーネック状態になっているんですね。ブリッジ側の方のロックを外すと、ネックの角度自体変えられるという奇抜なデザインです。リバーソングで、ここが言っていた、でここのところで高さ、ここでこうネックとつながったりする、スルーネック構造、ボディとがネックくっついてないんですよ。あの接着されてない、接着されていない。ここのところで隙間、ここが隙間があるんですね。隙間があって、まあ、スルーネック構造でボディがくっついてはいるんですけれども、でこうここになんか角度調節みたいな数字が入ってる。そうです、ここを上げると相対的にこうネック自体が角度がつくので原稿が変えられる。サドルで変える必要がない。はいはいはい。じゃあここを削ってとかではなくて、ここ自体で原稿を変える、というふうな感じになっております。いかがでしたでしょうか。非常に見やすいお店で、試奏できるブースもですね、こう囲まれているので周りを気にせずに鳴らすことができると思います。この4月から社員さんも増えてですね、さらにお店が賑やかになっております。ピックアップの交換なんかは前もって連絡しておけば、その場で買ってその場でサクッと交換してくれます。通常の楽器屋さんにピックアップ交換出すと1週間ぐらい待たされることもあるので、フットワークの軽い千葉管楽器さんは非常に便利です。ぜひぜひ千葉管楽器遊びに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。